98。平気だって、足も押さえてもらってるし、もうちょっといけるよ。99、もう少し。100で、いや大丈夫、ちょっと足をつっただけで。見なくてもいいって、本当に大丈夫だから。ちょ、まくらなくても大丈夫。多分疲れただけだと思う。カバンに冷却スプレーが入ってるから、悪いけどかけてくれるか。そんなに緊張しなくていいよ、特にコツとかもないから。冷たくて気持ちいい。あ、もう平気だよ。だから言ったろ、なんともないって。ん？そんな頻繁に怪我なんかしてないって。ただ運動する時の習慣で持ち歩いてるだけだから。本当に本当。信じられないなら確かめてみるか。どうだ、問題ないだろ。スプレーももういらないからしまっといてくれ。お前のおかげで随分と楽になったよ。次からはもうちょいウォーミングアップしとかないとな。じゃあそろそろ戻るか。ほらな、ちゃんと歩けてるだろ。悪い、やっぱ少し痛むみたいだ。はいはい、分かったよ、すぐに病院に行ってくる。安心しろって、ちゃんと全部お前の言う通りにするからさ。ここはもう少し細かくした方が可愛くなるかな。え、どうしてここに？ああ、いや、来ちゃダメってわけじゃないんだ。ただちょっと物を作って。何を作ってるのかって？ああ、これはただの試作品というか。はしゃぐなって。まだ完成してないから。何をくすぐったいって。あ、ミスター・ジョンまで。それはお前のじゃないぞ、返せって。大丈夫、俺一人で何とかするから。ソファーに泊まったな、待ってろよ。危なっ。大丈夫か、痛いところはないか、早く俺に見せてみろ。無事でよかったよ。ミスター・ジョンのやつ、どっかに隠したな。え、そんなとこに落ちてたのか。ちょっといいか。壊れてなくてよかった。別に隠すつもりはなかったんだけどさ、このナイトライトまだ完成してなかったから。嬉しい？本当か？これお前のために光を柔らかくしてあるんだ。夜に使っても目の負担にならないようにな。もちろん完成したらすぐに届けてやるよ。あ、約束だ。
you